女優の吉高由里子が主演を務める NHK 大河ドラマ「光る君へ」、毎週日曜総合午後8時からの第36話「待ち望まれた日」が22日放送される。平安時代を舞台に「源氏物語」の作者として知られる紫式部真宙、吉高の幼少期からの生涯と「源氏物語」の執筆や権力者藤原道長柄本佑との関わりを軸に描く波乱の一代記。一条天皇塩の明久の中宮藤原明子三上愛がついに解任。宮中が色めき立つ中、真宙は明子から天皇に対する胸の内を明かされる。一方、清少納言ファーストサマーウイカは真宙が道長の指示で物語を書いたことを知り、道長のおいで彼を敵視するこれ近三浦翔平にある訴えをする。出産が近づくにつれて不安を抱える明子に頼りにされる真宙。他の女房らに嫉妬されつつ、道長から新たな相談を受ける。藤原道長柄本佑の娘で中宮の藤原明子三上愛の出産の傍らで展開した大掛かりな祈祷のカオスぶりが多くの視聴者を驚かせた。明子が解任し、道長の嫡妻源知子黒木春の屋敷土帝殿で無事に巫女を出産。厚平親王と名付けられた巫女の誕生から50日目を祝う伊賀の儀現在の送り始めの祝いには多くの公卿や女房が祝いに訪れ、道長が無礼講を宣言して宴の会場となった土帝殿は酒に酔った公卿たちで大盛り上がりとなった。宴も竹縄の中、道長は投資部に声をかけ祝いの一首をリクエスト。投資部は店の外から奥に控える明子に向けて、いかにいかが数えやるべき八千歳のあまり久しき君が見ようば、八千歳までも続く巫女の寿命を一体どうやって数えたらよいのでしょうと読んだ。道長はさすがであるなと褒め、投資部と並んで座ると、明日図の世は菱あらば、君が世の千歳の数も数へ取りてむ、するほどの寿命が私にあれば、巫女の千年続く寿命を数えることができるのにと変化。あまりに息の合った二人の様子に、女房たちからは、あうんの呼吸で歌を交わせるなんて、と驚く声が上がり、ざわめきが起こった。さっきまで上機嫌だった智子は、表情を凍りつかせて無言で退席。道長は智子の後を追い、投資部は予期せぬ事態に戸惑いの表情を浮かべた。他の女房から耳にしていた投資部と道長の噂を信じていなかった。当式部の先輩女房で女流歌人の赤染衛門大木かなめも噂が真実かもしれないと察した様子で廊下で当式部を呼び止めた。険しい表情で、左大臣様とあなたはどういうお腹なの?と問いただされた当式部は答えに詰まってしまった。この日の放送で明子が一条天皇塩の明久の子を身ごもり、高級の富士壺から聖火である土帝殿に戻って出産の準備を進めた。夜更けに産気づくと、多くの祈祷僧や巫女が屋敷に集結し、明子に取り付こうとする者の気を必死で払った。同じ頃、道長と敵対するおいで義堂三氏準大臣の藤原のこれ近三浦翔平は自らの屋敷で明子を一身に呪詛。その効果か、土帝殿では巫女の絶叫や僧侶の怒号が飛び交い、あちこちで物が壊れる音が響くなど混迷を極めた。思いもよらぬ展開に視聴者は仰天。 SNS には「巫女やべえカオス、大河見てたはずがエクソシストになってきたんだけど、平安のお産エクソシストみたいで怖すぎる、エクソシストだし呪術回せんだし頭に米まくし騒がしいことこの上ない」といった驚きの声が続々と寄せられた。